はい、ちょいきタロウです。えー、まあ、あの、昨日のですね、乙武さんの、あの、動画、まあ、一定数ね、こう皆さんも私の意味は分かっていただいたかなっていう気はします。で、あの、亀井戸では街頭演説を見に行った方もいらっしゃって、で、私もこれは動画でちょっと見ました。もう見れないですよね。 なんかこんなになんかどの知り合って言い合ってっていう、こんなことで政治ってなんか違うような気がするんですよ。いや、どっちがいいとか悪いとかじゃなくて、どっちもそれは主張があってっていう風なんだけど、なんかこれ、こういうことなのって。 あの、まあ、警察の警備があってわかりますし、双方がなんかこう、歪み合って対立してまでやんなきゃいけないことで、それの代表を決めるっていうか、なんか、ましてや、その、いや、いいですよ。障害を持ってる人だって、それはもう政治家だろうが、ね、なんだろうが、商売だろうが、経営だろうが、ね、スポーツだろうが、みんなやりゃいいんですよ。なんかま、ちょっと、辛いですよね、見ていて。こんなことに、 こんな風にならなきゃ。こうしなかったら、だって、ここ、おつさけさんてこんな悪口言われないですよ。ゆり子は別ですよ、ゆり子は。ゆり子は仕方がないような気がするんで。<laughs> なんか。だけど、じゃあ、おつたけさんがなんか、犯罪じゃない。うん、だけど、ゆり子の場合は、これ、犯罪になるのさ、経歴詐称だとこれは犯罪になるのかなだけども、 言われのない、理由がない、そのエジプトカイロ大学に何百億ってこれ、世紀なのって話じゃないですか。これ通るんですかって話だし、なんかそこにいろいろ、ねなんかそこにうまく音だけさん巻き込まれているっていうか、なんで政治におっしゃったんだろう。これで、この状態で通るのか まあ、で、いろんな人がどうこう、出てこい、どうこうって。結局、誰かを誰かが悪く言わなきゃいけないような状況になってるわけじゃないですか。今のこれって。おたさんも、誰それ出てこいとか。じゃあ、そういうこと言うとこうなるしって。ね。うん、ちょっと違うと思うんですよね。戦うところが。もう政治じゃない世界で、コメンテーターとか、そういう違う位置から、こう、もっと、絶歩鋭くね。 この戦う姿勢で言ってくれればいいの、いいんだけど、政治家を志すなら怒っちゃいけませんよ。ね本当に、二階さんみたいに見ても、う笑いもんじゃないですか、正直言って。記者にブチギレて。どんなことがあっても、でもブチギレた自民党の議員も辞めなきゃいけなかったじゃないですか。だからもう、そういう時代じゃないってことなんですよ。うん。あの、怒りの、い、 怒りを表すことはしていいと思います。何もニコニコ笑ってるっていうわけじゃないですよ。だけど、切れちゃダメなんですよ。私みたいな、ぶち切りじゃ、だからそれをやるなら、やっぱ政治家になれない。そこが、それは20代でも、そういうことができる人は、そういう風になればいいんだけど、それができない。感情がそこまで出してしまうっていうことであると、やっぱりまずいと思います、それは。制御ができないっていうことなんで。それじゃあ有権者としては不安に思います。あ、人間できてねえなって。 それは、まあ、あとはですね、これ、こういうふうになってくると、乙武さんが、周りのスタッフに当たる。まあ、それは手足がないんで、表現の保護法がっていうことだけど、やっぱり、言葉がきついとか、命令苦調だっていうことを、こう、聞こえてきちゃうわけですよ。でみんな、それは良かれと思ってやってるんだけど、もう、そういうことを容認する時代じゃない。いくらなんでも駄目なものはダメっていうふうになってくるっていうことなんですよね。 ここが分かってもらえないのかなっていうふうに思いますけど、あの、あの演説、だから、この私のコメントで見てて辛いって、つらいものを見せちゃダメですよ、やっぱり。その演説、街頭演説見てて聞いてて、すごくこう辛いっていうふうに言う人がいるなら、そういうことはダメなんじゃないですか。うん。私は、やっぱり、基本、 政治っていうのはきれいごとでは済まさないでですよでもあ、表向きはきれいごとじゃないと、教育と政治は一応きれいごと、まあ、教育は本当にきれいごとじゃないといけないという、大義名分としては。はい。政治もです。うん。で、実際、中はドロドロするんだけど、やっぱり、始まる前からこんなんっていうのは、ちょっといただけないなっていうのを、そういう気持ちがするのは私だけでしょうか。だから本当に、私は、小津武さんが好きで言ってるわけで、いつもなんかこう、こう。 ディスリ倒すとは違うんですよ。まあ、ね、結果は言っちゃいけません。ここのね、いいとか悪いとかっていうことは。うん、そういう形になっても、ね、うん、というふうに非常に思うっていうのは私だけでしょうか。以上です。はい、えー、改めまして、エキ太郎です、えー。最近、この私、本を書かせていただきました。四、え、月、ー、4月26日に発売となります。この本は、子供向け、中高生、ね、あの、今いろんな問題が起こっております。 ただ、子供向けと言っても、実はお父さん、お母さん、おじいさん、おばあさんにも見ていただきたい。そして、特筆するべきは QR コードがあります。えー、内容を変えていきます。もう、少し前のホスト問題、今もう、あれから半年経って古いですよね。この本を書くときは、その半年前だったんですね。ホスト問題がこう起こってる。でももう、本が出る頃にはもう、古くなっていってしまいます。あの、情報が遅くなっている。 だけども、この QR コードから飛んでいただければ、最新のことが少しずつ変えていけるように、えー、YouTube のサブチャンネルの私のチャンネルに飛ぶようになっています。まあ、そういった新しい試みの本です。よろしくお願いいたします。下、あの概要欄に、えー、貼ってありますので、Amazon、あるいは書店、一般書店からお買い求めいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。